妊娠8ヶ月で切迫早産気味と診断された私。自宅安静を言い渡されたので、電車で約2時間の距離にある。実家に帰ろうとしていた時のこと。普通席は埋まっていて、ちらほら立っている人がいる中で、空いている優先席に座ったら、隣のおじいさんにじろじろ睨まれてしまった。8ヶ月の割にお腹は小さめで、エンパイアラインのワンピースだったから余計わかりづらかったらしく。さらには、いつもつけてる妊婦さんマークのキーホルダーもつけ忘れてしまった。若いやつが座って、じゃ、ねえ風にずっと睨まれて、立とうかとも思ったんだけど、安静と言われている中でのことだったから、悔しいけど、半泣きで座ったままでいた。そうしたら、前に立っていた中年の女性が、お姉さん、そろそろお腹目立ってくる頃？妊娠は、初めのうちが大事な時期なのよね。無理しちゃダメよ。と、小さめの私のお腹を見て、妊娠初期だと思ったみたいだったけど、いっぱい話しかけてきてくれた。隣のおじいさんは、それを聞いて気まずそうにして、しばらく過ぎた後の駅で降車。おじいさんが降りた後、その中年の女性が、隣のおじいさん、全然気づいてなかったでしょ？あの年代の男の人って、そういうことわからないのよね。気にしなくていいのよ。と優しく言ってくれた。私が、実はもう8ヶ月なんですと言ったら、あら、ごめんなさいね、スリムだったからわからなかったわ。じゃあもうすぐお母さんね。頑張って、と言ってくれた。あの時のおばさん、切迫で不安になっていた私は、本当に涙が出るほど嬉しかったです。いっぱいいっぱい、ありがとう。